行くぞ。力の大会、必ずオーラたちが勝つぞ。はい、どの宇宙にも負けない最強の10人を集めましょう。あ、じゃあオーラ行ってくんの。系の天才だな。Thank you.
フリーザだ。あいつを10人目にしよう。部舞台も完成し、全宇宙の選手も集まったようです。それでは禅王様からのありがたいお言葉があります。皆さんご静粛に。みんなよく来たのね。すっごく楽しみにしていたから、みんなで盛り上げてほしいのね。大変素晴らしいお言葉ありがとうございました。それでは改めてこの力の大会のルールを説明いたします。制限時間は100タックです。地球では48分だそうだ。術以外の武器の使用を禁止、また死亡させてもいけません。とにかく武舞台から対戦相手を落としてください。またどんなに瀕死になっても回復するための道具の使用は禁止にさせてもらいます。ルールの説明は以上です。それでは力の大会始め。よし、やってやった。なあ孫悟空とかいうおっさん、あんたさっき見たことのねえ色のスーパーサイヤ人に変身していたな。あれのなり方教えろ。教えてくれたらお礼としてぶっ倒してやるよ。姉さん、それお礼になってません。よ、おめにゃまだブルーは無理じゃねえかなって。はぁ、あたしめのこと舐めてやがるなてめえ。面白いやつだなおめえ。よし、かかってこい。あ、おめえしてやる。あぶあぶ。援護します。そこのおめえ、悪いけど邪魔しねえでくれよ。ものすげえ気だ。ついにやりやがったな、すっご
マガマガしい姿はあれもスーパーサイヤ人だというのか。油断するな、カカロスト。油断なんかしてねえさ。もしかしたらあれは本来のサイヤ人そのものかもしれんのだと。俺が出る。ふん。ドン、ジュン、オラと戦え。サイヤ人。展開。パターン。響かせましょう、愛と勝利の歌を。さあ変身よ。みんなの幸せ、愛をお届け。リブリアン、野生のトドロキ、愛の雄たけび、カクンサ、夢と魔法で愛の一撃、ロージー。行くわよ。この思い君たちに届け。この匂い、人を惑わすようですが、悟空さんたちはどうやら大丈夫そうですね。なんだかんだで皆さんストイックですし。やっちゃいな。あ
くわ。力を貸して。この思いあなたに届け。あなたと私のラブシンフォニー。トン、やらせないわよ。変身を邪魔するだけに飽きたらず、絶対に許さない。乙女の怒り。変身の邪魔したのはオラじゃねえけど、まあ、いっか。かかってこい。うわっ、うわっ、なんだ。やるわよ。違う。孫悟空、お前。
助けなどいらん。助けたつもりなんかねえよ。おめえを追い込んでるあいつら見てたらさ、体がうずいちまったんだ。オラとやろうぜ。いいか孫悟空、やつは俺の獲物、邪魔はするな。なら、オラを止めてみろよ。すんげえスピードだな。人が手こずるだけあっぞ。瞬間移動する間もねえとはな。けど、ここだ。何？俺の動きを見切ったのか？おめえ確かにすんげえスピードだけど、動きが直線的だからよ。タイミングさえ合わせりゃなんとかなっぞ。何度やっても同じだぜ。なんだと？時飛ばしと同じ筋肉の動きをさせ、お前をおびき寄せた。さあ次はどっちだと思う？耳を澄ませよく聞く。そこ！なんだこの木は。おやおや、とんでもない化け物が動き出したようですね。ジレン、存分にやるがいい。お前の望みを叶えるため、スーパードラゴンボールを手に入れるために。やった
トーラと戦う気になってくれたか。うわっ、かえっ、そんな、これがたった一人の戦士が放つ気だというのか。ギレンを常識で語るのは愚かなことよ。ギレンは絶対に負けない存在、相手が誰であろうともだ。行くぞ。おめえの強さはよくわかった。ならオラのとっておきを見せてやる。元気玉を撃つしかねえ。でも火を集めるに時間がかかりすぎる。お前にとって特別な技なんだろう。全力で来い。悟空、俺たちの気も使ってくれ。やい、手を気を見してやる。これがオラたちの元気玉だ。ギレン、オラに時間を与えたことを後悔すんなよ。よっ、20倍だ。これがオーラたち第七宇宙の元気玉だ。嘘だろ。バカな、押し戻されている。父さんの体力はまだ十分にあるのに。ねねねねねねね、ジュベ海洋圏、いや、海洋圏20米だ。くぅ、うぅ、元気玉が、俺たちをいつも救ってくれた切り札が。お前の勝利だ、ギレン。孫悟空、来るぞ。さっきまでとは何かが。凄まじい熱気を放っておるな。気配は恐ろしく静かじゃ。今は様子を見ましょう。何せあのような悟空さん、私も見るのは初めてです。やってしまった。この動き、今までの父さんのものと全く違います。ああ、避ける時も同じだ。どうなってやがる。貴様に何が起こったのだ、カカロット。悟空、いきなり強くなったね。悟空、いきなりすごくなったね。うん、もしかしたら
もしかしたら悟空さんにとっても素晴らしいことが起こっているかもしれませんよ。身勝手の悟空よ、バカ。ありえぬ、ありえぬ。あれは神ですら容易にたどり着くことができぬ境地。いやはや、こんなことがあるんですね、ビルス様。ここまでは良いのですが、あの暑さどうなりますかね。ジエン、そんな奴の相手俺たちに任せてくれ。やるな。次で終わりにすっぞ。くらえ。ジャスティスキック。うわっ。の力見せてやるぜ。ユナイテッドジャスティスストリート。当たらねえぜ。どこを見ている。ジャスティスクラッシュ。おめえはもう…クライドトゥーパーズ。はい、トロガー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 。おめえはもうオラには勝てねえ。せっ、次で終わりにすっぞ。いっ、孫悟空、それ以上の勝手は許さん。そいつはもう終わりだ。構うな。今のオーラ、おめえの眼中にねえちゅうことか。孫悟空、あたしと戦え。仲間が続いて落ちちまったっていうのに、あたしは何にもできなかった。あいつらの分まで勝ち残るために今よりもっと強くならなきゃなんねえんだ。スーパーサイヤ人2の先、3ってやつになる方法教えやがれ。ああ、ジュンだ。
剣道2位になりたきゃオラを倒してみろよ。やめやがって。うわー、あれともすごいね。これがオラたちの元気玉だ。すごいすごい。そろそろ変身した方がいいんじゃないか。本気出す前にやられても知らねえぜ。そうだな、そうすっか。待たせたが、まさかここまで利益上げてくっとはな、カリフラ。おめえならスリーどころか、その先まで行けっかもしんねえな。ヘル、おめえはどうすんだ。おいギャル、一緒にスリーになるぞ。分かってるな。はい、何があっても姉さんについていきます。ちげーよ、一緒に行くんだ。私ら二人ががっちり組んだら全宇宙で最強です。さあ、あげてくぜ。よし、私ら二人ががっちり組んだら全宇宙で最強って言ったよな。はい。よし、大会が始まる前に預かったものを出せ。それって二人まとめて、おー、ケルト、カリフラで、ケフラ、まさか。オタラで合体すっとはな。待ってたぜ、その青いやつを。なならこっちも全開バリバリでいくぜ。まだまだこれからだ。勝負だ。ラミコなしだ。なれるもんならな。絶対なってやる。あんたを超えたその先でな。おい、ケクラ、こっからが本当の勝負だ。もちろんだ。マジ最高。やっぱあんたすげえぜ。倒しがいがあるぜ。えいっと、
のあの姿は見せてもらおうじゃないか。身勝手の極意。こうなったら私の全てをお前にぶつけてやる。はあ、追い込まれたことで何やら厄介な力を引き出してしまいましたね。火事場のバカ力か。厄介だぞこいつは。いか、あの技をまともに食らったらいくら悟空でも。ケフラのやつ、すべての木を使い尽くすつもりか。空中じゃ避けられねえぞ。あたしの、あ、ね、あ、わそれでは第二宇宙、第六宇宙、消滅でございます。はい。なんなんだ、あいつは。ただ巨大化しただけですよ。見かけ直しに決まってます。全員で攻撃するしかねえぞ。言われなくてもそのつもりだ。素早く動いて攪乱し、同時に攻撃を加えましょう。展開バターフリーザー、おめえも低下してくんねえか。私がですか。やれやれ。やいですわ。
あとは頼んだよ。18号さん脱落。第7宇宙は残りあと5人です。18号の分までやるしかねえな。ああ、そのつもりだ。みんな行くぞ。開けるか。うわあ、己のプライド一つ守れん負け犬が。全てを捨てずにこれほどまでの力を得るとはな。よくぞトップを倒した。褒めてやる。いいものを見せてやろう。かっ、ズレの木だな。化け物か、あいつは。こんな力隠し持っていたとは。なんというパワーじゃ、ジレンのやつ。あんなのとまともに戦えるのか、悟空たちは。仲間がいなくなっていよいよ本気ってわけか。ベジータ。笑わせるな。そんな傷だらけのお前では俺には勝てない。舐めやがって。ベジータ。意外にやられた姿が似合うじゃないか。貴様。にやられて好きにはさせませんよ。いや、入れそう。
己の力のなさを恨め。くっ、悟空、ベジータ。はー、貴様、何をしている。おめえだけでも逃げろ。おい、孫悟空、ベジータ、クルーザーを諦めてやったんだ、感謝しろよ。まあ少しは休めただろう。誰かのために自分を犠牲にする、これも人間臭くていいな。俺が勝てなくても第七宇宙が勝てばそれでいい。カカロット、あとは頼んだぞ。ベジータ、おめえの思い、オラ受け取ったぞ。やはり理解できんな。お前に託して何になる。信頼など何も生まぬ。本当にそう思うか。当たらんぞ。まだまだ。今のお前ではそれが限界か。ベジータが、そしてみんながオラに託してくれてんだ。負けるわけにはいかねえと。どせ、まさかこの身のこなしはジレンやケフラと戦った時と同じ。こりゃもう一波乱ありそうじゃない。今回がおそらく、いえ間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく、回復の手段も残されていないこの状況。次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意など、敗北を。ジレンの攻撃も勢いが増している。まずいね。悟空、急げ。何か手はないのか。お前たち黙って見ていろ。
すごさの先にあるもの。ごく、またまたすごくなった。スーパー、スーパー、スーパーすごくなった。確かに、これは大変にスーパーなことですね。ウィス、悟空はとうとうたどり着いたのだな。はい。まったく、本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれが、あれこそが完全なる身勝手の極意。そんなはずはない。手加減はせんぞ。すさまじい木の嵐じゃ。ジレンの木がさらに膨れ上がっている。ベジータ、それに他のみんながオーラに託してくれたんだ。その思いにかけてここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オーラが見してやる。孫悟空のスピードが上がっている。ありえんと。なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いを背負っているからだ。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないじゃろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながらも周りの人間が不思議と引きつけられる。それが悟空という男なんだろうな。これがオーラたちの力だ。ジレン、何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。そんな力俺は信じない。そんなものは簡単に消え去るんだ。行けカカロット、ジレンに勝ってみせろ。
孫悟空があの状態だ。俺たち二人でやるしかないな。言われなくても。立つんだジレン。何のために今まで誰も信頼せずに己の強さを磨いてきたんだ。お前がお前の強さを信じられなくても俺は信じている。最後まで。しょうがなかったな。二人とも任せっぱなしになっちまってよ。お前動けるのか。あなたも後ろに下がっていてはいかがですか。今ここで三人が協力して立ち向かねえと第七宇宙は消えちまうんだぞ。孫悟空、再び立つか。俺の前に。強くなってよ、オラたちが束になっても叶わねえかもしんねえ。私を生き返らせるという約束、覚えているでしょうね。リーザ、覚えているのかと聞いてるんだ。おめえが約束破らねえ限り、オラは約束を守る。で、おめえが一番よく分かってんじゃねえのか。あなたのそういう甘いところにはヘドが出ますが、今だけは感謝して差し上げますよ。二人とも仲直りは済んだか。死んでも治りませんよ。まだまだ全開でいくぞ。病気を見せてやる。これがオーラたちの元気玉だ。20倍だ。私を投げ飛ばしなさい。わかった。えりゃあ！ああ！ありゃあ！決めろ！悟空、フリーザ、イエーイ！これが信頼、第七宇宙の力。フリーザ。おっと、あ
なたからの礼なんてよしてください。約束さえ守っていただければ満足ですよ。あ、分かってさ。ジレンさん脱落により第11宇宙消滅でございます。ジレン、戦いが終わったばっかしなのによ、俺はまだまだ戦い足りねえんだ。おめえは嫌がるかもしんねえけど、戦うことで俺たちは一緒に強くなれたんじゃねえかって気がすんだ。また会いて。すごいやつだったな。ああ、ジータ、俺たちもっともっと強くなれっぞ。当たり前だ。サイヤ人の強さに限界などあってたまるか。